仙林商店街の風景国道1号側の入り口仙林駅側の入り口仙林商店街は大阪市旭区にある商店街。大阪メトロ、谷町線仙林大宮駅と京阪本線、仙林駅を結び、大阪府道161号、深野南地方大阪線の一部を形成する。天神橋筋商店街や駒川商店街と並び、大阪を代表する。 商店街の一つ。現在の全福型アーケードのかかる商店街は戦後三代目となるものである。かつて大英一号店の仙台屋市駅前店が出店していた大英一号店の地としても知られる。大阪でも1、2を争うほどの活気のある商店街である。かつては隣接していた大英日道、長崎や泉や個人商店との価格競争の激しさから、 日本一安い商店街とも称されていた。商店街オリジナルのテーマソング、千葉屋市商店街、テーマソング、商店街オリジナルキャラクターなどを制作し、知名度アップに努めている。テーマソングの歌詞には、1、10、100、1000、千葉屋市とあり、アーケード中に響き渡る大音量でテーマソングが流れていることがある。2008年には、 当時小学生だった兄弟を笑いコンビ、前田前田を当商店街の応援隊長に任命した。MBS の番組、チチンプイプイでは、仙林商店街のおばちゃんの意見を、日本の標本、僕としている。近年の地域防犯政策により、商店街の街頭の随所に、防犯カメラが設置されている。仙林商店街を中心にしていくつかの商店街が連なっている。 このため地元では、本通りと呼び区別されている。隣接する今市商店街を含め、午前10時から午後11時までは、緊急車両を除き歩行者専用道路となる。しかし自転車に乗って通行する人も多く、歩行者と自転車の接触事故も多いため、商店街内では自転車を押す、要注意書きが掲示がされている。仙林商店街、今市商店街の周辺部では、 この時間帯以外はほぼ自動車の乗り入れと通行が不可能となる。周辺の仙林町内はこの交通規制のため分断され、また一方通行等の設定により、自動車で商店街の北側から南側へ移動するためには10分以上、迂回走行しなければならないエリアがある。逆に南側から北側へは町内を通行できず、2km 以上も、迂回走行するか、 林市の森口市を経由しないと移動できない。一見すると東西に広がる平坦な商店街に見えるが、途中には、京阪電車の急線跡や軽街道を横断しており、また近世までの幾多の淀川流路の変遷に伴う、堤防根などのため、微妙な傾斜がある。明治末の京阪電気鉄道の開通に伴う、森商治駅の開業により、商店街として成立。 当時は、仙林公設市場を中心に、衣類や布を扱う店、生鮮食料品店、乾物や、荒物や、布団や、園芸場などが軒を連ねていた。大正期より、時期は異なるが、住友銀行と、三和銀行の支店が開業した。昭和初期の京阪本線の軌道変更後も、商店街は、 同一で営業を続け、長年にわたり仙林のランドマークとしての役割を果たしている。また戦前には高島屋の十千ストアも同商店街に存在していた。終戦後には従来の商店街付近に併設する形で闇市が発生したが、数年で従来の姿に復興した。またこの頃に新天地を求め、 よそで商売をしていた商人らがい重視新たに商店を開業した経緯もある。商店街に連なる店舗は、道に面した側が長屋形式で建てられているのが特徴である。地域的に大阪大空襲の被害を免れたため、昭和戦前の木造長屋の商店建築が残り、それを現代風に改造した店舗が並んでいる。商店街から路地に入るところには、 その移行あるいは戦前構造の作りを乱すことができるが、老朽化ならびに所有者移転に伴う建て替えで戦前型は急速に減少している。いずれ淘汰されていくものではあるが学術的な調査が待たれる。日本で最初のスーパーマーケットと言われる大英は1957年に主婦の店、大英薬局として商店街の東端、 京阪電車の仙林駅前で開店した。これが、後の大英仙林駅前店である。今日でいうドラッグストア業態をとっており、特に2軒隣に開店した、樋口薬局仙林店との安売り合戦は凄まじく、社長、中内が泊まり込みで直々に、人頭式をとっていた。1974年に閉店し、現在は、OS ドラッグの店舗となっている。 現在も半径300メートル四方に幾軒もの薬局が連なり、王子の勢いを今に伝えている。その後、1961年には大英千林店が開店。第1号店の千林駅前店とは別に、映画館、千林小区の建物を譲り受けて開店した。千林駅前店の開店当時は大英が、この映画館を借り切って、 客を映画に招待したこともあった。大栄千林店は、千林商店街ではなく、隣接する千三商店に面していた。大栄千林店は、1984年に、ディスカウントストア業態のトポス千林店へ、転換したが、建物の老朽化と営業不振のため、中内の成居直後の2005年10月31日に、閉店した。2009年に、 建物が解体撤去され、跡地には2010年1月に、ノベデングループのパチンコ店、123千林店がグランドオープンした。ありがとうございます。